ルトムントの写真監督、CL で対戦の古橋強豪大絶賛。セルティックの古橋強豪が CL1 次リーグのドルトムント戦を前に敵将から称賛された。A メディア BBC などによると、ドルトムントの麦写真監督は、私はセルティックのストライカーの大ファンだ。古橋は伝統的なストライカーではなく、よく見かける大きなターゲットマンでもない。その代わりに彼は信じられないほど賢く、ボールのない時の動きや走るタイミングには本当に感心させられる。戦術的に非常に賢い選手だと思うと古橋をベタ褒めした。じゃあチームに入れたってくれ。半分リップサービスだとは思うが、自由にさせると厄介と思ってくれてるとは思うので対策はしてくるだろう。ここで活躍するれば前田、古橋、旗手はドルト含め、5大への良いアピールになるだろう。なんてったって前回 CL 決勝進出チームなんだから。セルティックにはワールドカップドイツ戦でかき乱した前田もいるし油断はしてないとは思う。リップサービスって言うけど、これだけ分析されるんだから多少なりとも警戒されてる選手ってことだね。日本人が知ってる古橋の持ち味全部言ってくれてる。パスの出し手ならではの視点だな。古橋覚醒させたのはイニエスタなのだから差もありなん。小柄だが、ちょこまか細かく動かし頭使ってるから DF は気が持たないだろうな。隙あれば裏取られてライン簡単に突破してくるし、サッカーは体格じゃないってことを体現してるのが古橋だと思う。ここで日本人選手はアピールしてほしい。ドルトムントは昨シーズン CL 準優勝だし。まあアピールしてもセルティック側が大金要求するから幽閉されるんだろうが。旗手当たり取ってくれないかな。ともかくドルトムント戦で活躍期待してる。